日本をかっこよく結び大学石川真理子でございます今回は寄せられたご質問に対してお答えしていきたいと思いますではお願いいたします知識を学んで頭に入れてもなかなか自分に自信が出ません どうすればいいでしょうか？というご質問です。はい、知識をたくさん学んでもなかなか自分に自信が持てないっていうことですよね。それはどうしたらいいのかっていうことなんですけれども、自分に自信を持つってどういうことなのかっていうのを、まずここを考えてみたいんですよね。もしかしたらその知識をたくさん得ることによって、例えばどこかでなんか比べる気持ちが起きてないかなとか。 つまりこう人から評価されるために知識をどんどん身につけてるとかそういうことってもしかしてどっかかかにありませんかなんなこういうことって案外ね自分のことってなかなか見えることができないので自分は一生懸命やってるつもりだとしか多分思ってないんですよだけど深層心理まで入っていくとやっぱりそこの深いところには周りの人から「すごいねいろいろ知ってるね」って言われたいとかそういう目で見られたいとか。 あるいは逆に人に対してて何かか理論武装するっていうのかな周りに対して理論武装できるような自分になりたいとか要はそれれって恐れですよねいろんな形での恐れがあってあとは誰かと比較して何かと比較してこうじゃなきゃいけないとかそういうふうなこともなんかどっかにあるんじゃないかなって思うんですよ。そういういになっった時って結構 知識を詰め込んで詰め込んでまだ足りないまだ足りないっていう風になって次々いくっていう風になりがちなんですよねでやってもやっても自信が持てないっていうことですからもう結構飢餓状態になってると思うんですもう満たそうとしても全然ダメだっていうことですよねじゃあ何が足りないのかっていうことなんですけれどもズバリこれは体験からくる感動です 鈴木大説というこの人は禅のお坊さんではないですね出家しないで禅をアメリカに広めた人なんですけれどもこんな言葉があるんです問いは知性的に起こされるのであるが答えは体験的でなくてはならぬなぜならば知性の本質として知性上の答えは必ず次から次へと問いを呼び求め最後の答えにたどり着くことがない もうまさにこういう状態にひょっとしたらなってるんじゃないかなと思うんですよ要するに体験でもって問いかけに対して自分の体験を通じてああこういうことなのかっていうふうに思って感動して理解するっていう体得ですよねそういうふうになってるんじゃなくてあくまでも問いかけに対して知識でもって何とか片付けようとするから次の問いかけがまたその中から生まれてしまって それに知識でまた答えると、さらにそこからまた次の問いかけが起きるというね、そこにはまっているっていうことですよね。で、こんな風に続いてるんです。その上、たとえ知性の解決というものが得られたとしても、それは常に知性の上にとどまり、己自身の存在を揺り動かすものにはなり得ない。うん、なんかつまりこういうことですよね。 まあ、知性の解決っていうものがもしできたとしてもあくまでもそれはこっち頭の中での解決にとどまっていってそして自分の人生つまり自信が持ちたいっていうのは自分の人生を自信を持って生きていきたいからですよねあるいは何かにチャレンジしたいとか自分を変えていきたいとかそういうふうに思うから自信を持ちたいわけですよね。だだだけけど頭のの中ったら自自分自身を揺り動かすようなものには ならないですよと。こういうことなんですね。私もそれはすごい実感します。うん、やっぱり。本を書いていったりする上で。いろいろ文献は調べるんですよね。まあ、そりゃそうですよね。参考文献とか、あと原点資料なんかもどんどん当たっていって。情報をたくさん集めて。ものを書いていくんですけれども。やっぱりね、それプラス。現地に行って、そこの空気を感じて。ああ、この道を歩いたんだなとか。 あとここに触ったんだなこの風景を見たんだなもう山とか海とかの風景って変わらないじゃないですか昔と今とね変わらないところもいっぱいありますよねそこで何を考えたんだろうなとか感じてみるその経験があって初めてやっぱりこう筆の中にエネルギーがこもっていくんですよねで私自身も自分に自信持つまでにはすっ すごい時間がかかったんですよねで実はね50歳ぐらいでしたね本当に自分に自信というのかな自信に似たものって言ってもいいかもしれないんですけどそれが持てるようになったのはなんと50歳の時でした。でその時の感覚としては私はこれだけのものを積み上げてきたんだだからもう自信が持てますとかそんなことでは全然ありませんでした。でむしろ なんか私はどこまで行ってもなんかね磨いても磨いてもこうつないところは拙ないしうん行き届かないところもいっぱいあるし人間としていびつなところもあるしでそういったところも含めてでもそれが私なんだなっていうふうに思えた時に受け入れることができた時につまりかっこいい自分だけじゃなくて。 かっこ悪い自分です。むしろ。かっこ悪い自分を受け入れることができたときに。なんかね。自信が芽生えた。うん、この私で生きていこうっていうふうな。覚悟って言ってもいいかなと思います。だから、私は自信と覚悟っていうのは、すごくこう近い関係性にあると思うんだけれども。うん、私が覚悟を持って生きていきたいなってずっと憧れて。 そういう状態を求めて求めてでいろんなものを書いたり読んだり知識を得たりとかしてきた中でそことは全く関係ないところで起きたんですね結局。だからお恐らくねそれを埋めるために知識を使っているんだと思うんです。でもその知識は あなた自身の中にある目をそらしている自分自身ですよね自分自身が目をそらしている自分の姿を消しはしないし解決もしないんですねなぜならそれこそもあなた自身だからそれもあってのあなた自身だからですねだからそこに目を向けたときにむしろ知識ではないところからの自信みたいなのができてくるんじゃないかなと思いますはい、ご参考まで はい。というわけで、今回はなかなか知性を積んでいっても自信が持てないのはどうしてですかっていうことに対して、私なりに私の経験を通してお話しさせていただきました。もし今後こういうことを聞いてみたいなっていうふうな思いがありましたら、よかったらコメント欄にぜひご質問お寄せいただけますでしょうか。何かご質問がありましたら、折に触れお答えしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 日本をかっこよく。あなたの幸せを祈っております。結び大学石川真理子でした。ありがとうございます。